こんにちは、ともこ先生とアリサ先生です。今日はセルフケアの質が上がるホリスティックな考え方についてお話していきます。私は自然療法のセラピストとして20年、サロンをして6年、自然療法の資格認定スクールをして8年になります。私もセラピストと講師として7年目になります。私たちは日々お客様の心と体の不調と向き合い、自然療法の普及に努めています。この動画を見るメリットとしては、ホリスティックの意味を知ることで、ただ漠然としたセルフケアではなくなり、セルフケアの質が向上します。ポイントとしては3つ。1、ホリスティックとは。2、なぜホリスティックな考え方が大切でセルフケアの質が上がるのか。3、ホリスティックケアをしていくことの3つです。まず1、ホリスティックとは何かについてです。ホリスティックは全体の包括的なという意味があります。人間をホリスティックな観点から言うと、人間は体だけでできているのではなく、心と体、そして魂、これらがあってできています。ホリスティックの意味は分かりました。でもそしたら2ですね。なぜホリスティックな考え方が大事でセルフケアの質が向上するのか。それはホリスティックな観点からケアができると、人間が本来持っている自然治癒力を高めることができるからなんです。病気や不調を治すにはこの自然治癒力がとても大切ですね。はい、不調を治すのに対処療法を行ってしまうと、私たちが本来持っている生態システムを阻害して、自然に治ろうとする力を邪魔してしまうことがあります。ホリスティックな観点とは、何か不調が出た時にその不調の部分だけを見るのではなく、その原因を全体的に見ていくことです。例を挙げると、胃が痛い時、西洋医学では胃の痛みを抑える薬を出しますね。ホリスティックな考え方をすると、胃が痛い原因を心の状態や環境も含め全体的に見ていきます。胃が痛い原因が食べ過ぎである場合、食事を軽くしたり、時には抜くこともあります。痛みの原因がストレスである場合には、ストレスケアとしてハーブティーを飲んだりとか、リラックス効果のあるアロマを炊いたりしてもらいます。胃が痛い原因は一人一人違うんですね。はい、その人その人に合ったケアをすることがとても大切です。それはホリスティックケアといって、アーユルヴェーダ、アロマテラピーなどの自然療法もそれの一つですね。はい、自然治癒力を高めるには心の在り方っていうものがとても大きく関わってきます。そうですよね。同じ病気でも治り方が違ったりするのは、その方がどういう心の在り方で治療やケアに取り組んでいるかがすごく関わってきます。はい、不調に合わせたハーブティーを飲むのにも、これは効かないと思って飲むのと、これは絶対に効くと思って飲むのとでは、効果の出方に大きく差が出ますよね。はい、プラシーボ効果のようなものですね。プラシーボってもともとは喜ばせるって意味があるらしいので、そういう場合はハーブティーも喜んで飲まないとですね。そうですね。もちろんハーブティーを取るにしても、アロマを嗅ぐにしても、自分に合ったものを取るというのがとても大切です。はい、医学の父ヒポクラテスもこういうふうに述べています。心に起きることは全て体に影響し、体に起きることもまた全て心に影響する。いいこと言いますね。他にも、私たちの内にある自然治癒力こそが真の病気を治すものだっていうふうに述べています。さすがヒポクラテスさんですね。つまり病気を治すのはお医者さんでもお薬でもなくて、自分の心と体だということですね。そうですね。それでは3、ホリスティックケアをしていくことについてです。はい、ホリスティックケアをしていくことは、病気になる前もなってからも自然治癒力を高める助けになります。できれば病気になる前からホリスティックな観点を持ってセルフケアを行いましょう。自然治癒力が高まって、病気になりにくい心と体になりますよ。まとめると、ホリスティックな観点とは、全体的に包括的に人や物事を見ること。ホリスティックケアを行うことで自然治癒力を高めることができる。ホリスティックな考え方ができると、自然とセルフケアの質が向上するということですね。それでは今回の動画はここまでです。
これからも私たちは自然療法に関する情報を発信していきますので、この動画をいいねと思ってくださったら高評価を、そして興味を持っていただけましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。